全国王のののファン・カルロス1世の書簡を公開その中で全国王は私の過去の私生活に関わることが反響を呼んでいるとし現国王が公務を静かに遂行できるようにするためスペインを去ると明らかにしました地元メディアは4日全国王がすでにカリブ海のドミニカ共和国あるいはポルトガルにいるなどと伝えています。全国王は スペインの会社が過去に受注したサウジアラビアの高速鉄道計画に絡む汚職疑惑への関わりが取り沙汰され検察当局が捜査対象にすると発表していました事実上の国外逃亡ともとれますが代理人弁護士は必要あれば捜査には協力するとしています